はいどうもこんにちは、源太郎チャンネルへようこそ。今日はですね、こちらの商品を紹介していきたいと思います。じゃじゃーん。はい、今日はですね、黒毛和牛ポテトスティックを食べていきたいと思います。はい、こちらね、ダイソーで買ったんですけどね、香川県の会社で、味源っていう会社ですかね、味に、源っていう漢字書いて味源っていう会社で、1個ね、108円で買いました。すごい、とっても安かったんですけど、これ、黒毛和牛の味がね、ポテトスティックで楽しめるというね、商品になっておりまして、すごいね、美味しそうだなと思ったんで買ってみました。でね、この2つ、種類があるんですけど、そう、こっちがね、肉じゃが風味。で、こっちが、すき焼き風味。すき焼きですね。だしの味香る、すき焼き風味って書いてありますね。ということでね、黒毛和牛の粉末を使用されたポテトスティック食べていきたいと思います。ということで行ってみよう。はいはいはい。すごいですね。この黒毛和牛がね、楽しめるポテトスティックが、なんとダイソーで買えるというね、驚きました。ダイソーさん最近ね、すごいんですよ。結構、お菓子の品揃えが増えてて、しかも結構面白そうなね、お菓子がいっぱいあるんでね、ちょうど動画のネタにいいなって思って買ってるんですけど。じゃあまず肉じゃが風味からいただきたいと思います。黒毛和牛の肉じゃが美味しいですよね。いただきます。うまっ。なんだこれ。まずポテトがうまいし、ちゃんと肉じゃがの味がしますね。まあ黒毛和牛かっていうと、まあちょっと微妙なとこあるけどね。このポテトスティックとして普通にうまい。味がうまいですね。ソースの味が、やみつき。で、出汁が、いい出汁が取れてるんで、なんか、やっぱ黒毛和牛の出汁なんだね、これは。美味しいお肉の出汁の味がします。美味しい。こんな感じ。なんかね、感覚としては、北海道のお土産でした。じゃがりこじゃないや。なんだっけ。名前忘れちゃったよ。これ、あれね、ポテトスティックのじゃがいもがあるんですけど。それとはちょっと違うかな。ジャガビーにちょっと似たような感じですかね。ちょっと短くて、食べやすくて、で、味もして、だしの味がうまいので、とっても美味しい商品になっております。すごいね。宮崎県産黒毛和牛パウダーを使用ということ。すごい。美味しい。面白い商品だ。はい、ということでね、一つ目の商品はこちらでございました。でね、二つ目紹介していきます。二つ目の商品はこちら。すき焼き味ということでね。これさ、肉じゃが味とすき焼き味むずくないですか？難しいですよね。この、どうやって味の違いを表現するのかね、ちょっと楽しみなので食べていきたいと思います。もしかしたら味一緒かもしれない。匂いちょっと違う。じゃあ、色はね、一緒ですね。いただきます。おぉ、うまい。なるほど。なるほど。こっちはね、ちょっとバーベキューチックな感じ。肉の味が結構強めで、鰹節が入ってるんですね。鰹節が入ってることで結構香りが良くて、ちょっと上品な感じの味わいになっています。美味しい。すごい美味しい。すごく美味しいです。ポテトの形もね、口に入れてちょうどいいぐらいの大きさなんでね。単純のおやつなんかにとってもいいと思いますよ。こちらね、ダイソーで買ったんですけど、ダイソーすごいね、セルフレジ6個ぐらいあって、一人の店員さんがね、見てくださるんですけどね、管理してるんですけど、もう全部、
ピーって自分でやって、商品入れて、やってましたね。あ、セリアもそうだったよね、100均のセリアも。すごいね。結構、効率化しているんですね。あ、やっぱ僕こっちの方が好きです。これ結構うまい。めちゃくちゃうまい。もうこんだけのさ、金のパッケージみたいな、めっちゃかっこいいパッケージだから、普通に2倍くらいの値段払えるぐらいのクオリティになっております。海外に持ってったら400円くらいで売れるかもしれない。すごい美味しい。すごく美味しいです。はい、ということでね、今日はね、これぐらいになります。まあ商品紹介ね、これからね、少しずつですが、頑張っていきたいなと思ってます。チャンネル登録、高評価、共演のほどよろしくお願いします。ということで、以上。